どうも、イーです。スカイボードソードを続きやっていきたいと思います。そしてですね、前回、このフィローネの森に来たら、めっちゃ水溜まってる。何事？玉露さん、これは何事？どうなってんの？玉露さんたちもさ、泳げないよね、きっと。困ったもんじゃない？これ。いきなり後ろの大樹の根元から水が湧き出してきて、森が水浸しになってしまったんじゃよ。まあ、これはこれで気に取るよ。気に取んの？本当に？ほうほうほうって。玉露さんでもこう、生活スペース、この葉っぱ2個分しかないけど、とりあえずね、なんか、大樹の根元って言ってるから、あ、ちょうど見えるね。とりあえずあそこ行ってみるか。わー、でもこれ確かにね、なんかショッピングモールに売ってたんだよね。呼吸長くできる薬、買っとけよかったかな。待ってね、話聞いてみるか。森が水浸しになったよー。あ、あれ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 ある。顔出せる、顔出せる。こっから。よいしょ。お、なんだ？ムービーが入った。え、怖い、なんだ？あ、フィローネさん。え、なんで隠れた？フィローネさん？どういうつもりですか？どういうつもりなの？なになになに？わらわの水の聖域に勝手に入るのは何やつじゃ？お前確かわらわに助力いたした人間、イリとか言うたな。うむ。以前会った時よりさらにたくましくなっておるな。そしてその背負いし剣、やはり正真正銘、お前が女神様の選ばれし、魂の持ち主であるようだ。であれば、わらわが女神様より預かりし歌、勇者の歌の一節を求めてここへ参ったのだな。なるほどなるほど、面白い。が、面白いだけでは、迂闊に教えられぬ。最後にもう一度だけ、お前を試させてもらうぞよ。まだあんのか。なんだ次は。今ちょうど、いまいましい魔物どもを一掃するために、わらわの力で森全体を水につけておる。あ、そういうことだったのか。この水に浸かった森で、今からわらわの言うことを見事やり遂げたとき、勇者の歌の一節を褒美にくれてやろうぞ。なんだ？何これ？なんだなんだなんだ？お、分散した。集める系かなこれ。サイレントはちょっと違うけど、お前が求めし歌は、見ての通り、音玉に散らし分けて、投げ放った。ヒリオ、お前にこの楽譜を与えよう。それを使い、音玉を集めてまいれ。それを頼りとし、音玉をすべて集め、わらわの前に並べるがよい。さすれば勇者の歌を知るにふさわしい魂の持ち主と認めよう。うわ、何？すげえ。何にもわかんない、僕。楽譜。ドがどことかも一個もわからないから僕。ただなるほどね。これを集めたら曲になるっていうことか。その勇者の歌に。音玉集めてる？いいことを教えてあげる。仲間になってる。音玉は続けて集めないと楽譜から逃げちゃうよ。まとめて使えるなら、ぐるぐるスピン泳ぎの水流で近くの音玉を吸い寄せてね。あとはまあ、気合よ。かわいいな。これのことか。これが音玉ってこと？これはスピンアタックじゃないと。よいしょ。あ、ほんとだほんとだ。ちょっと逃げようとしてる。よいしょ。はいはいはい、なるほどね。こういうのは全部スピンアタックでまとめて取ってねってことか。上から見て分かるところにあればいいんだけどな。これなんだ？え、痛い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 。どっから出てきたの？いやーちょっとでも魔物増えてますって。これ、このさ、左手ジョイコン振りながらさ、右のジョイコンで、この方向変えたりするのが頭バグる。マジで頭バグる。逃げる音玉はスピンで追いかけるといいよ。巻き込んで集められるぞ。あれか。かわいい。ほっ。あれ何？あの目の前にあるやつ。これ何？あ、こいつ逃げるやつだ。ちょっと待て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 。あいつか逃げるやつって。しかも、多分1個のやつだ。先頭のやつだ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと大きめで分かりやすくなってるんだ。あ、じゃああいつもだ。行くぞ。ほっ。オッケー。え、何？待って、あいつ知ってる。極露、おーい、イリオ、何やら凶暴そうな魚が出てきよったぞ。見つかったら厄介そうじゃぞ。気をつけるんじゃぞ。三兄弟だったよね。やべやべ、いる。あいついるわ。なんだあいつは、マジで。邪魔しないで。あるね。オレンジ色のやつが見えるか？隠れてる隠れてる。よいしょ！あ、取れない。やべやべやべ！こわ！こわ！なになになに？上手じゃん！あいつ向かってくる時の顔見た？あ、わかった。上から、そっか、飛び込まないといけないのか。逆さにして取るんだ。あ、ここじゃない？うわ、どっちだろう？これ待って、ミスったらさ、またもう一回来なきゃいけないな。うわー、これ運にかけるか。こっち側にしよう。いきます。お。は、ほっ。オッケーオッケー、よかった。うわ、そして逃げるんかい。来てる。さあ、オッケー、取れました。あれ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 ある。オッケー。じゃあちょっとダウジングするときは、こう、玉露さんの前まで来ようか。じゃあ行ってくるわ。このあたりに、あった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 。なんか可愛いな、自我がある感じで。よいしょ。オッケー。もう、なんか玉露の近くに多くない？さあ、次は？お、あれあれあれある。あった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 。これ僕、最初に見つけたんだけど、これほんとオタマジャクシかと思ってたけど、音符だったんだ。ということで、残るは最後だけど、あった！目の前にある！いたな！泳いでるのいたぞ！来た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 ！オッケー行きました！さあ、全部集まった。何の音楽なんだろう、これ。いいよ。
おお、初めて聞いた。あ、今日クローブ喜んだ。おお、いるよ。音玉を全部集めたようじゃの。大したもんじゃ。早く水流様のとこへ戻るとええぞい。よいしょ。オッケー、戻ってきたよ、水流様。さあ、これで教えてくれ。どうやら集め終わったようじゃな。見事じゃ、イリー。では約束通り、お前を勇者と認め、わらわが知る歌の小説を授けて信ぜよう。あ、歌った。ミックスボイス。何もんだ。勇者の歌の一節を手に入れた。歌声の時めっちゃ声低くなるタイプだ。さて、この森は魔物どもが寄りつかぬよう、ずっと水面の底に沈めておこうと思ったが、お前の邪魔をするわけにも行くまいて、水抜きを行い、森を元の姿に戻してやろうぞ。ではもう行くがいい。わらわもそろそろ戻るとしよう。あ、よかった。おー、元通りに戻りましたね。嬉しそう。海賊の人も嬉しそうだった今。あ、待って、また。またゲリーいるな。フィローネの森の水位の低下を確認。穏やかな森に戻ったようです。マスターが手に入れた歌は勇者の歌の一節です。残る二つの歌を手に入れるため、他の地域の竜も探し出すことを推奨します。ゲリー、大丈夫かな？また寝てるね、多分ね。よし、起こします。お前さんか、あれほど水流様には秘密にしろと言っておいたのに。あ、でもよかった。本時、殺されてなくてよかったね。最初でも結構殺す勢いだったけどね。森が三つ浸しになった時は水流様に食べられるかと思ったぞ。相当怖かっただろうね、じゃあ。ごめんよ、本時。まあ、おかげで魔物どもが減って、森の平和が戻ったといったところかの、わしはまた一眠りするとするわい。それじゃあの、ということで、じゃあ、次どうしようか。他の三竜も探しに行くっていうことだから、オールディンもしくはラネール。オールディンあたりでも行ってみるか。どうなってんだろう、オールディンとか。さあ、じゃあ行きましょうか。オールディン地方の方へ。好きなところ降りられるのかな。あ、ムービーが入った。今まで通り。なんだなんだなんだ。なんか溶岩めっちゃ上がってくるとか。大爆発した。やばい、リンク。リンク。風に煽られて。どこ行っちゃった。どこだここ。え、待って、捕まえられてる？ポコちゃんだよね、これ。嘘。ポコちゃん？ポコちゃん？あ、待って、剣ないんだけど。剣ない。嘘。ハープはあるわ。ポコちゃん、これで。許して、これで。ほら。いい音色でしょ、ほら。許してくれ。頼む。こっから出して。うまいもんでも何でもあげるから。スカイロフトいい街だよ。連れてってあげるよ、一回だけ。全然ダメだ。ちょっと待って、何これ。アイテムスロットが全部ポコの顔になってんだけど。くっそ、こいつ、絶対。絶対に殺す。うわ、こっちもだ。全部ボコになってる。何もできないわ。何すればいいんだこれ。穴も掘れないよ。うわ、ん、なんだ。あ、負けますっけ。プチナだ、プチナ。ドカーン、助っ人参上。よ、久しぶりだな、あんちゃん。ん、オイラの顔を忘れちゃった。北の神殿で世話になったモグマ族のプチナだよ。気を失ったあんたが連れて行かれるのを見つけてさ、追いかけてきたんだ。あんちゃんも命知らずだよな。今度は何してんだい。助けて、プチナ。前はごめんよ。前の態度はごめん。謝るから、プチナ助けてくれ。竜？それって神様のことか。この山には神様が住んでるって噂を聞いたことはあるけど、あんちゃんほんとそういうの夢物語好きだよな。ん？オイラかい？オイラはさ、悪い奴らがこの山に集結してるって噂聞きつけてきたんだ。悪い奴のいる場所にはお宝があるってのが常識だからな。ま、とりあえずあんちゃんはやることやっちゃわないとね。待って、プチナ。やめて、行かないで。気がつかないのかい？あんた丸腰だぜ。気絶してる間に身ぐるみ剥がされたんだよ。先にそっち取り戻した方がいいんじゃない？とりあえずこれこれだけは盗み出しておいてやったけど。おー、何？頼む。何？おお、よかった。モグマグローブを取り返した。モグマ族のようにここから抜け出せそう。それじゃあオイラは先を急ぐからもう行くぜ。めっちゃ興奮してた。じゃあな。さ、どうする、モカブリン。出さないなら出さないでいいけどね。最後のチャンスを与えたからね。知らないからね、ボコちゃんね。はい、もう残念でした。じゃ、こっからかな？わ、いけるいける。潜る。さ、まずは荷物を取り返さないといけないね。こっちか。あー、目の前か。オッケーオッケーオッケー。とりあえずこっちに行くか。うわー、なんだ？え？オルディン火山。すごい、だいぶ変わってる。よかった、でも。マグマだらけになっちゃってることはないけど。悪い奴らが集まってるって誰のことだろう？ボコちゃんのことなんかな？うわ、びっくりした。あ、プチナ。あんちゃん。何やってんだよ。丸腰でふらふらこんなところまで出てきて。周りよーく見てみなよ。あー、確かにめっちゃいるな。宝箱とかもあるね。どこに向かえばいいんだ、これ。そうなもんを用意しとんな。くれぐれも言っておくけど、奴らには見つかるなよ。恐ろしいことになるからな。絶対に見つかっちゃダメだ。わかった？よし、いいこと教えてやる。地図開きな。いいかい？プチナ様の大出血サービス。宝箱の中身を教えてやる。じゃじゃーん。あ、
なるほど、僕の持ってたアイテムがそれぞれ散らばってるんだ。いやー、なんでこんな律儀に全部バラしてさ、宝箱に入れとくの？まあ、オイラの興味あるものは大して入ってなかったけどね。あんちゃんの取られたものがあったら取り戻しておきなよ。そんじゃ、オイラは宝探しに戻るよ。じゃあな。